1958年の F1 世界選手権は FIA フォーミュラ1世界選手権の第9回大会である。1958年1月19日にアルゼンチンで開幕し10月19日にモロッコで開催される最終戦まで全11戦で争われた。1958年シーズンはコンストラクターズタイトルが争われた初のシーズンとなった。 イギリス人ドライバーのマイク・ホーソーンがバンボールを狩るスターリングモスとの戦いの末タイトルを獲得し、コンストラクターズタイトルはバンボールがフェラーリとの激しい戦いを制止獲得した。このシーズンは、会議史上最も重くかつ悲惨なシーズンの一つであった。イギリス人ドライバーのマイク・ホーソーンがタイトルを獲得した。エンジンのレギュレーションは以前と変わらなかったが、 レースの最低走行距離は 300km または2時間へと減少した。また、アルコールをベースに特化したレース燃料に代わって、一般のガソリンを使用することが義務付けられた。コンストラクターズタイトルが与えられる初のシーズンとなったが、マイク・ホーソーンがスターリングモスを抑えて、ドライバーズタイトルを獲得したものの、コンストラクターズタイトルはバンボールが獲得した。 プライベートチームオーナーであるロブ・ウォーカーが、リアエンジン社のクーパークライマックスを投入、シーズン開幕に連勝し衝撃を与えた。アルゼンチン戦にバンウォールは参加しなかったため、スターリング・モスは、クーパークライマックスで参加、フェラーリに打ち勝った。モナコではモスが、バンウォールで参戦、モーリス・トランティニアンが、クーパークライマックスでフェラーリに勝利した。バンウォールでのモスのチームメイト、 トニー・ブルックスはシーズン3勝を挙げた。イタリアグランプリではモスが放送音を追い抜いて勝利し、タイトル決定が最終戦のモロッコに持ち越された。モスはタイトル獲得のためには、ファステストラップで勝利した場合、放送音が3位以下になる必要があった。レースはモスがリードし、ブルックスともう一人のチームメイト、スチュアート・ルイス・エバンズが放送音を3位に抑え込もうと、 したが、両者ともエンジンが故障した。ルイス・エバンズはクラッシュ。彼の車は炎上し大火けを負った。放送ーーは2位でフィニッシュし初のタイトルを獲得した。バンボールはコンストラクターズ初代チャンピオンとなった。放送ーーはタイトル獲得を手土産に引退したが、1959年、初めに交通事故で死亡した。会一決勝では、初の死亡事故となったフランスでのルイジムッソ。 ドイツでのピーター・コリンズ、モロッコでの事故によるスチュアート・ルイス・エバンズの死に続いて、ホーソーンの死は悲劇的なシーズンを強調することとなった。マリア・テレーザでフィリッピスは世界選手権に参加した最初の女性ドライバーとなった。5度のタイトルに輝き、50年代の F1 を支配した偉大なるドライバーのファンマヌエル・ファンジオはプライベーターとして2000に参加したのみで、 フランスグランプリの後引退した。中、インディ500は、会一レギュレーションに沿わない形で実施され、マニファクチャーラーズタイトルにはカウントされなかった。ドイツグランプリに参加、モロッコグランプリに参加ポイントは1位から順に5位まで、8から6から4から3から2が与えられた。ファステストラップを記録したドライバーにもポイントが与えられた。ベスト6戦がポイントランキングに数えられた。 ポイントは1位から順に5位まで8から6から4から3から2が与えられた。ベスト6000がポイントランキングに数えられた。各コンストラクターとも最上位の車両にポイントが与えられた。FIA イヤーブック1974グレーセクションページ 118FIA イヤーブック1974グレーセクションページ 120AB ベスト6000が ポイントランキングに数えられた。ポイントは有効ポイント、括弧内は総獲得ポイント。ありがとうございます。